こんばんは。パーン。当時のメイクも再現してたりするのかな。あ、私高校の時メイクなんてしたことなかったから、なんか逆にメイクして制服着てるのがちょっと違和感。私には眉毛描くんだ。こんばんは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 、みりんが10時15分をお知らせします。むっちゃギリギリ帰ってきた。今ちょっとお眠でした。昨日だいぶお眠です。お眠眠で、今日はオンライン話し会ありがとうございました。珍しくお話し会の格好で配信しとります。超珍しい。いつもはだって帰る時に着替えるから、もうそのままその私服のままやっちゃうんだけど、今日は一回帰ってまたこれに着替えました。ということで、ありがとうございましたツイートをしたいと思います。わざわざ着替えました。イエーイ。ありがとう。ちょっとツイートします。ハッシュタグ、いやーぽぽ、ハッシュタグ JK、 どれにしようかな。
ちょっと待ってね、フィルターつけよう。私はこっちのフィルターの方が好き。ピシュキピ。これいいよね。やっぱりやめよう、フィルター。何にしよっかな、何にしよっかな、何にしよっかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。なんか最近ブスで、はい、できた。それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ツイートしたよ。いいね。竹ナブ、ひらたつ、クリーミー、オレア、ノリヘクス、マヤ、ヤマナビ、コウキ、トクシくん、アオ、カツ、抜け抜くファミリー、マサルン、リツイート。8月カタロウ、ミツキーマカレーパン、ゴーセブン、ナゾ、夢に向かって、トラ、ナカちゃん、ヤグペコ、テリーピー、スーパースター、ユバ。ありがとう。みんなかわいい。ありがとう。みんなかわちいね。かわちい、かわいい。ありがとう。優しい。優しい、みんな。ありがとう。ありがたきお言葉です。ありがとう。みんながかわいいって言ってくれるから、なんか、こういう写真をツイッターに載せることができます。全身写真アップしてください。あ、全身写真はメール限定でした。残念。あ、でもメールじゃなく、普通に3人揃っての全身写真ならみーちゃんもあかりも載せてるので、ぜひそっち見てみてください。ください。はい、もし一人のやつ見たかったら、それはメールを撮ってたらお得だったねっていう話です。もうこういうことがないように、ぜひ今のうちメール撮るのも一つの手ですよ。メール撮っててよかった、ありがとう。なんかそういう写真って基本メールにしか送らないかな。うん、そうかな。保存しました。ありがとう。キャリアのアドレスしか使えないから、あ、なんかあれですよ。アプリでも取れますよ。うん、ぜひぜひ。アプリでも取れるんでメール。ぜひ。ね、JK 眠いんですよ。
JK はもう寝る時間なんです。もう10時には、部活終わって帰ってきたら10時とかだったな。全然今から夜ご飯食べてお風呂入って寝てかな。眠たち、眠たち、眠たち。あ、明日朝ショールームします。私ああ、明日の朝配信は7時半からです。7時半から。もう予約入れとこう。7時半からです。リリ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 リなんか制服、制服だからできるものをしよう。190日目ありがとう。早いね、190日目。ごめんね、全然喋らないよ。私ちょっと眠たくって喋らないから歌うねそんな選択肢があるんだ。ことできず、ふてくされてくまで、どんな風に僕は壊れてゆくのだろう。教室の空気は淀んで、いつかこんな息苦しさ逃げ出したいって思ってた。ガラス窓割り続けるように、ほぼ半的に立ち振る舞い、御社の日を待った。髪切れの卒業証書なんか、これから先の人生で役に立つものか。制服がこんなに重たいものだなんて、脱いだ瞬間今初めて
羽が生えたように心軽くなって、僕はもうどこへもきっと飛んで行けるよ。それは幸せなようで不幸かもしれない。ちょっとそうだ、私お話し会後だった。ちょっと喉痛くなっちゃうわ。ありがとうございました制服の重さでした。ありがとう、すごい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。クマタワー、あ、そっか、ありがとうございます。前田光一さん、ありがとうございます。私クマタワーって読んでたっけって今思った。でもまあ読んじゃったってか読んだので、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でなかったか、まあでもありがたいことには越したことはないのでね、ありがとうございます。イベントの時読んでた、あ、そっか。でも逆にイベントの時以外でクマタワーいただくことって逆になんかそういう機会もなかったかもしれないね。うん、ありがとうございます。前田さんありがとう。それでさ、私昨日配信、あ、そう、あ、そう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 、それで昨日思ったんだけど、昨日あ、これタワーかもって終わってから思った。そうだっけ、お話し会で聞けばよかったこのさ期間限定のさ山海のやつってさ、を10個を10回ってギフトタワーだよね。違ったかな。違うか。違う。そう。そうか。うん。あ、そっかそっか。うんうん。ありがとう。教えてくれて。もうちょっと まったりタイムです。今はまったりゆったり早く寝ろよって話なんですけど、ちょっとお腹鳴っちゃった。あ、またありがとうございます。前田光一さん、ありがとうございます。へー、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。くまちゃんいっぱい、あ、おいくま、お前の出番だぞ。ありがとう。このくま持ってる子みたいだね。なんかこのクマ持ってプリクラとか撮ってそう、こうやって。ありがとう。
クマよかったね、クマさんよかったね、よしよしよかったね。横浜アリーナに、横浜アリーナにはあ、いたことあるない、あるわ、あるあるある、ない、アットジャムって横アリだった、うんうんうん、そうだそうだ、横あり、横ありって言いたいね、はあ、ねえ、横あり、コールしたい、いや本当にそれだよね、うんうん、本当にコールしてほしいな、大きいところでやるのもそうだけどコールしたいね、うん、コールしたいね、うんうん、ありがとうね、一緒にどこか行こうねどこか行こうね、船なくなったらどっか行こうね、どこ行く、グリーンアリーナ、SSA 来てる、 SSA って多分私このここ入ってないと SSA 分かんなかったと、サイパラもスーパーアリーナでしょ、うん、SSA サイパラスーパーアリーナね、何が行きたいとこどこでも、あー私はうーん私はね今行きたい場所はお風呂かなお風呂入れっちゅう感じなんですけど、布団かな、布団、なんか今テーマパークに行けるか布団で一日寝れるかって言われたら布団で一日寝る、あ温泉いいよね、私最近サウナ、この前サウナに入って、めっちゃ、でもこの話はちょっとマイカー公演とかでしたいからちょっと温めとくんですけど、サウナだけに、はい、そうなんです、この前サウナに行ったんです、またそう、そうすっきりするね、すっきりするよね、うんうん、公園やりたいねサウナはいいどおじさん、サウナはいいぞ、サウナいいよね、そうなんだよね、サウナ、サウナ、いや温泉いいよね温泉
然いいよね。サウナいいよね。露天風呂いいよね。私ね、すぐのぼせちゃう人なのよ。だからさ、あの露天風呂派なの。温泉巡りいいね。あ、そうだ、ちょっと待ってね、連絡しないといけない。あったあった、こんばんは。キシキシ、なんて言ったらいいんだろう、これなんて言う、なんて返したらいいんだろうな。ちょっと待ってね。そう、業務連絡。あ、めっちゃ可愛いって。ちょっと鼻の日とか言う。すぐね、ほら、帰ったら赤くなっちゃうの、私の体って。みんなそうか。みんなそうだよね。温泉巡りしたいね。ありがとうございます。拝見しました。ちべーきる、返した返した、はあ、最近の私の悩みは、携帯の容量がいっぱいすぎてカクカクしちゃうんだよね、時々。そう、だからどんどん振り振りとかを、懐かしいな。え、懐かしいな。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 懐かしいけど消す。使わないアプリ、使わないアプリはね、私ね、
もう消してる。使わないアプリがもうないかな。もう一台消えた。あ、携帯あるの。ただね、そうなかなかね携帯ショップに行けなくって、あ、そうだ、インスタストーリーにあげるね。機種変自分でするのは慣れてないと大変。あ、なんか私そもそもなんかプランを変えないといけないから、12にするためには。だからね、お店に行かないといけないのよ。そうなのよ。オンライン話し会ありがとうございました。はいはい、はい、あげたよこの投稿とストーリーの差ね。投稿はさ、いきます、ジュー、ギューハーチとかやってるのにさ、ストーリーはさ、はい、あげましたみたいな、なんかそう、にゃん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 、なんかストーリーは24時間で消えちゃうから、そう、はいみたいな感じのテンションであげてる。うん、にゃーん、眠たいね。ありがとうございます。ってコメントしたよ。あ、なんかインストーリーはコメントすると DM に送られるらしくって、私 DM はね見てないからね、そうなのよ。だからもし何かあったら、なんか投稿に言って、投稿で言ってくれたら、なんか
確かにストリームいいねできたらいい。確かし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 、あのね、私実は12時まで配信しようと、なんて12時まで配信しようと思ってたんですけど、ちょっとなんか道みたいになりそうなので、うちのキャプテンみたいになりそう。ちょっと2日間朝からいっぱい褒めてもらって、もうなんか満足しちゃった、うん、ちょっと見てみたいけど、そう、寝ます、私。え、今日日付を超える前に寝れるの、私嬉しい。13位トリラーさん、ありがとうございます。12位スランプくんさん、 JK ミニが可愛すぎてキュンしま、キュンしました、ありがとうございます。11位おいでまつ元気さん、お話し会楽しかった、フラワー楽しんでね、ありがとうございます。10位台湾の子さん、ありがとうございます。9位くまねパパさん、ありがとうございます。8位ひろかわさん、ゆみりにガチコイチ無茶ぶり、ありがとう。なんなりとお申し付けくださいませませ。7位プロフの配車なんだ、なんだろう、パトカー、ありがとうございます。6位ワインクラブさん、5月30日お話し会申し込んだ、ありがとうございます、ありがとうありがとう、当たりますように。5位たけしさん、ありがとうございます。4位あやとさん、意味に単音し、ありがとうございます。3位ヒーローさん、ツーショットめっちゃナイスでした、さすが意味に嬉しすぎ、おー、よかったよかった、またお待ちしてます、ありがとうございます。2位伊能健さん、ありがとうございます。そして第1位が前田小一さん、ありがとうございます。くまちゃんいっぱい、ありがとうございました、ありがとうありがとう。今日のラッキーさん、一文字さん、ありがとうございます。あのさ、私あと10分配信してもいい？お風呂、私ね、なんでお風呂にを溜めてから、もうやめてから溜めたらいいじゃんか、なんで溜めてからにするかっていうと、あの私さ、配信してないと何にもしないんだよね、家で。ちょっと本当にもう、あとみんながいるから、ちょっと10分わかるし、そう、ちょっとさ、ちょっと溜めてきていい？ちょっと、よいしょ、行ってきます。みんなじゃあちょっとゴールデンウィーク何するか考えといて、ゴールデンウィーク何する、ゴールデンウィーク私はね、第1位が
た。ねえ、ハート濡れた。よいしょ、ちょっとスカートちょっと短いから気をつけないといけない。ただいま。皆さんは家を通り過ぎることありますか？寒いね、今日寒いね、今日寒いね。あ、ないか。第2位は、なんだろうな。暖房つけてるの？それはしないわ。第2位はない。お風呂に温まって寝よう。あ、でも私お風呂で寝たことないかも。お風呂で寝ちゃわないな。お風呂入ったら目覚めるかも逆に。うん、寒いよ寒いよ、そうそうそう寒いよ。お風呂の蓋を閉めてなくて。あ、うちね何も自動じゃないのよ。あのポンってやつだし、あとはそのお風呂を沸かしますみたいなやつじゃなくて自分でひねって入れるやつだから、それはないな。うん、寒いよ。何かを願う高校生。公演当たりますように、見つかっていいよ。ふーちゃん生きてるかな。私が寒いってことは多分ふーちゃん死んでると思う。ふーちゃん凍死してないかな。私割となんか私が平気な時でもふーちゃん死にそうになってるから、私が寒い時ってふーちゃん死んでるんだろうなっていつも思ってる。あ、ふーちゃん今配信中。あ、本当に？ってことは生きてるのか。よかった。ふーちゃん生きてましたみんな。生きてるでー。
生きてるべ、ふん生きてるべ。なあなあ、生存確認、生存確認よ。寒いって言ったら寒いってなるよって言うけどさ、言うよ、言う人いるよね。なんか寒いって言ったら寒くなるから暑いって言おうみたいな感じで言う人いるよね。私もね、そういうその人だから、熱い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 って言ってる笑った。でも私は寒い方が好きだから幸せ。今寒くて実はとっても幸せ。なんでかっていうと、今からお風呂に入るので幸せ、とっても幸せ。寒くて幸せ、よく私冬に言ってる、寒くて幸せって。寒くて幸せ、今幸せ、とっても寒くって、寒くて幸せ。だって空腹からの美味しいものって、空腹は最高のスパイスって言うじゃん。寒さって最高のスパイスだからね、あったかい時に行く時に、うん、だから寒くて幸せ。お風呂が溜まってるよ今。1時半だっけ明日。ちなみに私の男のお風呂って10分で溜まらないの知ってた？みんな13分なんだ。でも10分で来ていろいろ準備したりとかしてたらちょうどいいのよだから10分で声かけてっていつも言ってる。13分、なんか15分だとちょっと危ういんだよね。でも実はあんまり数えたことなくって、だから今度いつか時間があるときに数えてみ、測ってみたいと思います、うん、測ったことないな。そういう、いつか追い炊きのあるお風呂にの家に住みたい。あー腰まで溜まったら入って胸まで溜める。あーでも確かに私もあるある、ある程度溜まったら入ってからで、入ってぬくぬくしてたら溜まるなーって感じ、うん、ですね。寒いな、幸せ、寒くて幸せ、寒くて幸せ今。私今幸せかも、とっても。だって私今からお風呂に入って寝るんだよ。これ以上の幸せがない。
どうしよう、これ以上の幸せがない。え、幸せ、幸せすぎる、幸せ、幸せ、幸せ。今から風呂に入って布団で寝る。しかもまだ11時だよ。11時からお風呂に入れるんだよ。やばくない？やばくない？11時からお風呂に入れる。ユミリンが幸せで嬉しい。ねえ、そうやって言ってくれて嬉しい。私の幸せはオタクの幸せ。じゃあみんな幸せだね、今。みんなで幸せを分かち合おう。私は今から幸せタイムに入ります。幸せ、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 ありがとう。ということで終わります。さっき壇上、壇上もっか読もっか。13位トリダーさん、ありがとうございます。12位おいでませ元気さん、お話し会楽しかった、フラワー楽しんでね、ありがとうございます。11位台湾のゴさん、ありがとうございます。10位スランプくんさん、 JK ミリンが可愛くすぎてキュンシュンしました、ありがとうございます。9位くまねパパさん、ありがとうございます。8位ひろかずさん、ゆみりんガチ恋中、むちゃぶり、ありがとう、ありがとうございます。7位プロフさん、パトカー、パトカーありがとうございます。6位たけしさん、ありがとうございます。ごやうとさん、ゆみにたおんし、ありがとうございます。4位ワインクラブさん、5月30日お話し会申し込んだよ、ありがとうございます。3位ヒロさん、ありがとうございます。2位イノケンさん、ありがとうございます。そして1位が前田光一さん、ありがとうございます。はい、それでは明日7時半から配信するので、起きてる方はぜひ見てくださったら嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。